Space Monkeys TV。 はい、Welcome to Space Monkeys TV へようこそ。いやー、夏ですね。夏といえばね、トップ、これ水面系ルアー、楽しくなってくる季節なんですよ。さあ、そんな形でですね、遠征とかいろいろ、まあいろいろ戻ってくると荷物がたくさん届いてるんです。そう、まあ今日はね、最初にね、視聴者様からいただきました。というか、視聴者様なのか、昔お世話になった釣り具屋さんの店長さんが、ルアーをいただきましたので紹介したいと思います。それとね、ファンレター、まずはファンレターから。うまく光らせてあるのは住所とか見えちゃうからね。いついただきました。スペースモンキーズ TV、 サルさん、ジャックさん、タケルさん、ユートメンさん、いつも YouTube で開けさせていただきます。ありがとうございます。ライブいつもコメント拾っていただき、動画のコメントで高評価をつけてくださった時は一人で盛り上がっています。スペモンさん、僕は初めて見たバスリー YouTuber ですごく大好きです。特にライブの時に僕がエビス飲んでると言った時の反応が好きです。いつか会えることを楽しみにしています。これからも応援頑張ってください。バイ。バスリー世界記録を目指して参加。ファンレター本当に嬉しいです。どしどしよろしくお願いします。こっちのボックスの方に入れておきます。ちょっと見えねえけどね。はい、続いて贈り物のルアーをいただきました。お手紙も入っております。以前ブラックバス UFO キャッチャーの動画でお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。少し前に所沢店のタクライダンで働いてます。メガバス所沢タクランドオリジナルクラブをたくさん作っていますので、よかったら使ってみてください。これからも動画楽しみにします。ありがとうございます。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、それではね、オリジナルカラーのポップ X から、1つ2つ3つと、これはなんだ、あ、 V4 のバズベイト、やばい、これ貴重品っすよ。で、あと1個はタックルアイランド You want to need pro shop と書いてあるステッカーが貼ってある、これね、これですよ。まあ一つずつ見ていきましょう。はい、まず気になるのはこれ V4 バズ、MPPSP の C フルブラック、これはすごいぞ。めちゃくちゃドチャ濁りの時にバッコン効くんすよって、あ、すごい、これってもうほらトレーラーフックついてるんだ。で、これペラがあって、で、さらにここに特徴的なこれね、ブレードがついてる。全部ブラックだね。超かっこいいな。で、ちゃんとここの本体に目がついてる。メガバスっぽいなー。そしていいサイズ感、濁ってるところにバリ効きそう。まあ、朝一のクリアレイクとかでもいけんじゃないかなと思います。ありがとうございます。これは素晴らしい。次、はい、続いて気になったのはこれ、開けていきましょう。メガバスグレネイドっていうスーパーでかいクランクなんだけど、やばい可愛いピンク色、これはやばいぞ。朝一のアルマーレ前パー、足元パーやってガッコーみたいな、あ、いったいったいった、いった。これまた刺さりがいいね。え、フック何使ってんだろう。あ、これフックもまたいいやつ。これって多分付け替えたのかな。これもいただきました。次行ってみましょう。はい、そして一番気になるのこいつ、ポップ X のこれ全部オリジナルカラーなのかな。まずじゃあこれから見ていきましょうか。ポップ X SPC AOR2 はっ、メガバスあるある。はい、取れたー。こんなカラーのポップ X 迷彩だね。うん、なんか俺が持ってる PUBG のレベル3バッグにちょっとカラーのパターンが似てるぞー。これが1、2から先に開けちゃったんだね。出た。こちらがそのパターンの1ですね。すごいなこれね。スペツナズカラーというのか、迷彩のね、デジタルパターンのこんな色、やばかっこいい。次行ってみよう。パニッシャースカル。パニッシャーって確かこれ映画、なんかマーベル系の映画にもパニッシャーって出てくるよね。パニッシャーパッケージを食い破って出てくる。こっから見ると普通なんですけど、背中を見るとパニッシャースカル、やーべえかっこいいなこれ。マーベルにこういうキャラいたよね、パニッシャーってね。マーベルだったか忘れましたけど。ついでに私のトップコレクションを見ていきます。はい、次はこれ
ヘビローテーションしてます。ポップ X のカラー、ほぼ限定カラー揃い。最近はですね、これやっぱりね、これなんですよ。これカラーがお気に入り、パードルーン。そして8月っつったら、セミ、シグレシリーズ。これもね、これね、タケルが好きなんですよ、シグレ。今度タケルとこれで釣りに行ってきます。はい、次これ、ポップマックス。ポップマックスヘビーローテーションバージョンね。そして次これ、エクスポート。こうやってね、顎をね、カチカチカチと開くことによって、アクションをね、変えてくれる。そんなギミックがついてるやつ。これが標準サイズ、これがジュニアサイズ、こんな感じで大きさの違いがあるんだね。もちろんフロッグもあります。ポニーガボとポニーフロッグ、ポニーガボとジュニア、視聴者さんからいただきものもね、多数あります。活用させてもらってます。でもってバズベイト、今日もらったやつが V4 ね。これがね、ラトルバイパーっていうバズベイト。こんな感じでここにね、ちょっとしたギミックがついて、これを触れ合うためにね、カカカカッとガガガガッと音が鳴るような、そんな仕掛け。トップルワーボックスコレクションです。戻りましょうか。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、僕は今年の夏はメガバスのトップでやっていこうじゃないかなと思います。まあその他にもいろいろメガ使うんですけどね、虫ルアーだったりとか、ワームの、水面をこうバーって引いてくるルアーだったりとか、まあいろんなメーカーも使えますけど、皆さんは一体どんなメーカーでどんなトップルワーを使ってるのか、コメント欄からいただけたら嬉しいかなと思います。自分はこんな感じでまとめてみました。以上、スペースモンキーズTVでした。バイバイ。